EA さんから直々に案件をいただきました。はい、EA からこの六国に新シーズンの動画を出してくれと、いやー本当に嬉しいですね。はい、これもね、ひとえに皆さんの応援、そして毎シーズン毎シーズントレーラーの見どころを丁寧に解説していた賜物かなと思っております。というわけでね、アップデート内容を振り返りながらプレイして感じたことなんかをね、お伝えしていこうと思います。ただ案件とはいえ、ダメなところはダメと、はっきりというところははっきりとね伝えておこうと思いますので、ご安心を。それでは本編です。ランクアップデートについて。というわけで、とうとう僕たちエーペクサーが長年待ち望んでいたナイブレード制でのランクマッチが廃止され、ランクポイントが近いプレイヤー同士でマッチングする最高のランクマッチが帰ってまいりました。ランクはレベル20から参加でき、猛者も初心者もルーキー4からのスタート、振り分け戦も昇格戦もないと、初心者の方も経験者の方も復帰勢の方も大人も子供も全員楽しめるような最高のランクマッチとなっております。いやーもう EA さん完璧です。はい、やはりね、Apex の楽しみといえばランクマッチ、そのランクものシステムがね、舗装され、やりがいのあるものになったわけですから、まあシーズン20面白くないわけありませんね。はい。ただ実際やってみてどうなのか、これ非常に大事ですよね。皆さんもあると思います。マッチングアプリで出会った相手、実際に会ってみたら印象が違かったとかね。でね、まあ2日間プレイしてみた感想、これもう忖度なしで、まあ案件ですけどね、忖度なしでお伝えしましょう。素晴らしかったですね。はい、これぞ皆が求めていたであろうランクマッチ。ランクマッチとはこれ、1年前のあの感覚が戻ってまいりました。何がいいか、もちろんね、ナイブレート制ではなくて、まあランクポイントが近い人同士でマッチングするというのももちろんそうですが、何よりお会計が明瞭、ランクマのポイント制度が分かりやすいと。はい、どれくらいのお通し代、つまりエントリーフィーですねを払い、そして何位でどれだけキル足を取ったからこれくらいのランクポイントなんだよというのがね、非常に分かりやすいと。まあナイブレートの時はね、同じキル数でもレートの差によってもらえるポイントが違うみたいなことありました。はい、まあいわゆるぼったくりガールズバー時代ですね。ただ今はもう今までで一番わかりやすくなっておりますので、与えられたお会計に対する納得感が非常にあると。いやーもうこんなにね、わかりやすくってできるもんなんですね。素晴らしいです。非常に感動しております。はい、ただね、これだけだと以前のランクマッチのシステムに戻っただけじゃないか、そう思う方も非常に多いでしょう。ただね、よく考えてみてください。 EA さんがこの天才的なゲーム Apex Legends を作れる、 EA さんが昔のランクマッチシステムそのままにするなんてことはないと、新たに連続トップ5ボーナス、これが付与されてるわけですね。軽く説明すると、その名の通り、ランクまで5位以上を連続して記録すると、プラスでボーナスポイントが付与される仕様でして、連続2マッチで10と、そこから連続5マッチで10ずつ、最大プラス40まで上がっていくという、まあ、そんな仕様です。いやー、どんな時でもプレイヤーに新鮮な体験を提供してくれようとする、その姿勢、六国も見習わないとなと思うばかりですね。はい。まあ、40戦ほどランクマをプレイしていて、その恩恵を受けられたことはないんですけどね。はい、というわけでね、以前までのランクマッチのいいところは残しつつ、新たな要素も加えられた非常に納得感があり、そしてやりがいのあるランク、まだやってないよという方、ぜひ一度ご遊戯を。レジェンドアップグレードシステム、あまりにも新鮮で面白い。ではね、お次にパークの話題に参りましょう。今回からね、レジェンドアップグレードシステム、通称パークシステムが追加され、アーマーの進化とともに各レジェンドがいろいろな能力を得ることができるようになったと。まあ1レジェンドにつき全4種、その中から2つのパークを選んでレジェンドを強化、戦いの中で自分好みのレジェンドを育てていくという感じなんですが、いやーもう新鮮味がすごい。初めて北海道でサーモン食べた時のことを思い出しましたね。あまりにも新鮮です。能力×バトロワというエーペックス、この能力のところが大刷新されたと。もうオムライスがオムハヤシになるみたいなことですよね。まずいわけがないと。このシステムを考案した EA の担当の方は一体どなたなんでしょうね。その方の先代に向かってお礼をしたいレベルです。まあただ皆さん、これもね、ランクマッチ同様、実際にやってみてどうなのか、残念ながらそこは言及しなくてはなりません。はい、皆さんもあると思います。居酒屋でお刺身を注文するとき、写真では豪勢な盛り方をされていたにもかかわらず、出てきたら切れ端の盛り合わせみたいになっていて、まあ落胆するみたいなこと、まあね、非常に期待は高かったです、このレジェンドアップグレードシステムに対して。じゃあ実際どうだったのか、若干の心苦しさはありますが、率直に感想を述べたいと思います。
そりゃ楽しい。まあ楽しくないわけないですよね。エイペックスを始めた時のような新鮮味とワクワク感がそこにはありました。今まで慣れ親しんだレジェンドたちの能力、そこに一振り塩を加えてあげるだけでここまで新鮮味が出るかと。このパーク実装のおかげで今までと同じレジェンドを使っているのにもかかわらず、なんかこうね、新レジェンドを使っているような、そんな気持ちにさせてくれましたね。さらに自分の中では使用頻度の高いレジェンドを使うとき、このレジェンドはどんなパークを持っているのかなと毎度ワクワクできましたね。はい、まだね新シーズン始まって1回も使っていないレジェンドの方が多いので、シーズンが始まってしばらくはね、どんなパークがあるのかなと探りながら楽しむことができますね。まあ、あと他にはね、フルパでやられる方なんかはね、レジェンド同士のパークの組み合わせなんかを考えるのも非常に面白そうですよね。ちなみに私、六国の推しレジェンドミラージュ、パークでとんでもない強化をされてますね。レベル2のパークでは1分に1回というとんでもないスピードでアルティメットの使用が可能ですし、レベル3のパークではデコイが撃たれるとデコイが補充できるので無限デコイ編を始めることができると。はい、一気に最強感に躍り出ましたね、ミラージュは。まあ私六国は今のところミラージュマギー、あとレイスラ、ブラハ、ライフラくらいしか試していないので、このレジェンドのこのパーク強いよ、面白いよみたいなことがありましたらね、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。いやー、本当にね、このパークシステム、これを作った方の頭の中は一体どうなってるんでしょう。さすがは銀河系天才ゲームクリエイト集団 EA 様様、頭の中を覗き見したいレベルですね。おいおい、こんな神モードあっていいのかよ。私仕事で恐縮なんですが、まあ最近 Apex が下手でして、最近というか恒常的になんですけど、でシーズン19の後半くらいからですかね、しっかり Apex 上達したいなと思っていたわけなんですよ。まあただやはり練習の場にランクマを使うというのもね、なかなか難しいですし、カジュアルもね、超絶激戦区初動し折り運ゲーをするか、残り3部隊までお散歩ペックスをするかみたいなところがあると、じゃあね、コントロールやらチームデスマッチガンゲームとかのね、まあいわゆるミックステープをやればいいんじゃないかと思われるかもしれませんが、まあそれも悪くはないんですけど、より実践的な練習がしたいわけですよね。まあそんなこんなでね、悩んでおばあちゃんに相談してみたものの、パッとした回答は得れなかったわけです。はい、まあそんなね、実践形式で戦闘をたくさんできる Apex を上達したい人にはもってこいのモードなんてないよなと思っていたところ、シーズン20でそんな神のようなモードが実装されたと。その名もストレートショット。ご存知の方も多いかもしれませんが、ご紹介していきましょう。一言で言うと、めんどくさいところを省いた戦闘特化のカジュアルでしょう。30人10チームで始まるこのモードは、ランドマークに降りるところからスタート、ドロップシップの時間なんてありません。同じランドマークには確実にもうワンパが降りてくれ、赤マークでだいたい敵パーの位置が把握できます。なので敵を探す時間なんかも短縮できます。じゃあ初動なんか武器ガチャ運ゲーになっちゃうんじゃないの。そんな皆様の不安な声にお答えして、同じランドマークではあるものの若干離れた距離に敵パーティーを配置するような措置取らせていただいております。でも武器のアタッチメントとか探すの大変だしな、救急なんてノーアタッチメントじゃ何もできないじゃん。ご安心ください。そんな皆様プレイヤーの声出ると思いまして、今回通常武器でも白アタッチメント以上、そしてねフルカスタムの武器に関してもご用意させていただいております。はい、ドロップシップの時間もアサリの時間も敵を探す時間さえも圧倒的に短縮させていただいたこちらのストレートショット、ぜひね皆さん一度遊んでみてください。スピード感がありつつ実践の練習ができるというね、初心者の方も私六国のように経験者でも実践的な練習がしたいよという方にもぴったりなモードになってるんじゃないかなと思いますね。はい、いやでも死んだらまたすぐロビー送りでしょうと思っているそこの奥さん、死んでもバナーは自動で回収、さらに部隊壊滅後もすぐに隠居し、すぐに新たなランドマークに降りることができるという、なんともスピーディーな仕様。部隊壊滅後のめんどくささ さえも排除してしまったというお掃除会のルンバのようなモード。お掃除会のルンバはルンバですね。一度隠居したらストレートショットの沼から抜け出せなくなってしまうかもしれないので、それだけご注意くださいね。え、あんな方やあんな方とのコラボまで。今回シーズン20はエイペックス君5歳のお誕生日シーズンということで、報酬に関しても非常にスペシャルなものになっております。そちら軽くご紹介していきましょう。まずはこちら、イラストレーター山田パンさんによる背景画像、そして V スポのクルミノアさんモチーフのバナーフレーム、そしてチーキーさんモチーフのバリスティックスキンということでね、いやー全部ね可愛らしい仕上がりになっていると。このバリスティックのスキンなんかはね、こうまだ使っていないので分かりませんが、何かこう非常にエイムが良くなりそうな気がしますよね。まあ現在ね、山田パンさん制作の背景画像はゲットできたのですが、まだねクルミノアさんモチーフフレーム、そしてチーキーさんモチーフスキン、まだ入手できていないのでね、この報酬トラッカー早く進めて使いたいなと思ってます。はい、からコラボミラージュスキン出してくれないですかね、イエさん。ぜひお願いしますね。 Apex のイベントが幕張メッセで
最後にシーズン20のことではないのですが軽くご紹介しましょう。2月24日と5日幕張メッセで APEX アジアフェスという APEX のオフラインイベントが行われます。日中韓アジアの APEX を代表するプロ選手のほかストリーマーやクリエイターも参加し、バトロワやチームデスマッチ、コントロール、ガンゲームなどなど様々な形式で戦うこのイベント、チームブースなんかもあって見てるだけではなくプロと交流できる、そんなイベントとなっております。 APEX 好きな方であればぜひ足を運んでみてくださいというわけでね。うん、まあ露骨お呼ばれしないですけどね、まあ全然空いてますよまだね、はい、前日までは空けておくんで、家さんね何かあればぜひG メールかDiscord か、Twitter の DM とかに連絡してくれればいいかなと思います。はい、オフラインイベントね僕も行ったことあるんですけど非常に会場の雰囲気楽しいので、ご興味ある方はぜひ会場まで足を運んでみてください。概要欄にリンク貼っておきます。というわけで初の家さん案件ということでシーズン20についていろいろとお話ししていきました。いや改めてねこのような案件をいただけたのも日頃皆さんが動画なり配信を見てくれるおかげだと思っております。本当にねありがとうございます。非常に嬉しいです。これからもね APEX の動画特にねトレーラーの見どころ解説には力を入れていきたいなと思いますので、今後ともロコクそして APEX をよろしくお願いいたします。それでは戦場でお会いしましょう。ロコクでした。